こんにちは、ピュアですね。楽しみって後に取っておいた方がいいのか、それとも先に済ましてしまったのがいい方がいいのかっていう、まあ、そんな問題をですね取り上げていきたいというふうに思います。で、なんでかっていうと、なんでこの話出したかっていうと、まあ、コロナ騒ぎがですねまだ続いている中ではありますけど、緊急事態宣言っていうのが終わって、まあ、少しずつ休業要請っていうのも解かれていて、まあ、解かれた次の日なんかっていうのは、私の住んでいる地域なんかのパチンコ店全店ですね、もう早速オープンしてですね、車とか長蛇の列とか流れてます。長蛇の列が並んでたりとかしたんですけど。結局ですね、その例えばそのアミューズメントに遊びに行くとかですね、旅行に行くとか誰かとデートをするとかっていうような、そういった楽しみですよねっていうのは、仕事とか勉強といった普段皆さんがマストでやらなくちゃいけないことっていうようなことの後にした方がいいのか、それとも、まあ、最中とか前にやった方がいいのか、どっちで体験する方が、まあ、幸福度とか充実感とか楽しさっていうのを得やすいのか、まあ、そんなお話をしていきたいと思うというふうに思います。でですね、なんでかって言うと、やっぱり仕事が終わった後とか勉強が終わった後に旅行に行った方がもう開放感マックスだから、もうめちゃくちゃ弾けて楽しめるっていう風に一般的には思われると思うんですよね。皆さん自身も私もですけど、もうコロナがあってやりたいこととか行きたいとことかっていうのがどんどん後回しになっていってしまってですね、だからこのコロナの騒ぎが終わった後にどんな風に過ごそうかなとか、どんなことをしようかな、どこに行こうかなってことをいろいろ皆さん考えていらっしゃると思うんですよ。ところが結論言うとですね、どのタイミングで皆さんが楽しみにとっておいていることをやろうが、実は楽しみのレベルっていうのは変わらないっていうのが結論なんですよね。っていう話じゃないですか。で、これはどこから取ってきたかっていうと、シカゴ大学のですね、259人の学生を対象にした実験からなんですけど、試験をいただいたその学生たちにですね、その試験を受ける前に、まあ、スパ、なんて言うんですか、なんて言ったらいいんでしょうね、なんか大浴場、世界の温泉スパワールドみたいな感じがあるじゃないですか、ああいうスパに行ってもらうと、試験の前に行ってもらうのと試験の後に行ってもらうのとっていうことで、どっちにしてもらうかっていうのを選んでもらうんですね。で、行ってもらった後にその試験が全て終わってスパも行き終わった後に体験レベルっていうのを測ったんですよ。そしたら結果ですね、体験レベルっていうもののその楽しかったって、その個人の自己申告レベルではあるんですけど、実は、体験レベルの差っていうのがそんなになかったっていうのです。なかったっていうか、ほぼ一緒だったっていう結果が出てるんですよね。だから後に嫌なことが待ってると、どうしてもその気が散ってしまう。要は仕事で大きなプレゼンが待ち構えているとかですね、試験が待ち構えているとかっていう前に旅行に行ってしまうと、そのプレゼンが気になったりとか試験が気になってしまって、旅行自体が楽しめるんじゃないかっていうふうに思うんですけど、実はそれは関係なかったですよと。で、楽しいことをやってたら結局はですね、それに没頭できるっていうのが、まあ、人の脳の構造上なってるらしくてですね、とはいえどうしてもやっぱ気になってしまうことが残っていると、なんて言うでしょうね、ごめんなさい、楽しみの後に嫌なことが待っているのか、それと嫌なことを終わらせた後に楽しみが待っているのかっていうのは関係なくですね、2割程度の不安っていうのはやっぱりどうしても人って残るらしいんですよね。つまり試験とかプレゼンとかの前に旅行に行った人っていうのはプレゼンや試験が引っかかるし、プレゼンや試験が終わった後に行った人っていうのは、また元の日常に戻ることに対しての不安が残ったりとかいうふうにあるので、まあ、結局は順番関係なくですね、7割から8割は脳は楽しむ心、脳は楽しむシグナルっていうのを送ってくれるそうなんですよ。で、残りの 2,3 割っていうのは、元の生活に戻ったらとか、元の生活に戻った後のプレゼントとか試験どうしようかなって、やっぱちょっと多少の不安を残ってしまいますよということでした。ですので、結論ですね、僕から言えることは、やりたいこととか行きたいことがあるなら、今この瞬間だっていうタイミングで行くのが一番もしかしたらいいんじゃないかっていうことが言えるというふうに思うんですよね。だから今この瞬間にどこどこに旅行行った方が、例えばもうこの季節ですから、開放感あふれるそのバーベキューができたりとかですね、まあ、今バーベキューなかなかちょっと空気的に行きにくいところあるかも。バーベキュー行ったりとか、秋だったら紅葉見に行ったりとか、冬だったらスケボー行ったりとかですね、夏だったらオープンしたもう海水浴でうわーっと泳いで、なんかマンタと一緒に泳ぐとかね、スキューバーダイビングとかしてとかっていうのかもしれないですし、逆に今行かない方がいいけど行こうかなって、これは避けた方がいいかもしれないですね。それは逆に不安のパーセンテージが 2,3 割どころか 5割6割とか、もしかしたらなんならそれに支配されてしまった、パラセーリングとかしてても、このまま糸が切れてしまったら俺はどうなるんだろうかみたいな状態になってしまいますから、だから行きたいところとかやりたいこととかっていうのがある場合だったら、その大きな仕事とか大きな勉強とかも待ち構えている状態の前後、どっちでも行っても体験レベルの楽しさっていうのは大して変わりませんよ。だったら今
今一番この瞬間が楽しめるなとあなたが思うタイミングでやったりとか行ったりとかっていうのが大事になるんじゃないですかっていう、まあ、そういうお話をさせていただきました。ということでですね、コロナも、まあ、ここから夏になっていくにつれてウイルスの動きがどうなっていくかっていうところはこれからまた判明していくところであるかと思うんですけれども、とはいえですね、やっぱり日本の医療従事者の方々が頑張っていただいているおかげで少しずつ収束には向かっていってるとは思いますから、この騒ぎが落ち着いた頃にですね、ぜひ皆さんのやりたいこととか行きたいところにぜひ行っていただく、まあ、そのためのですね、今は準備と進めていただくのがいいのではないかなというふうに思ったりします。ということで、やりたいことをやるために、行きたいところへ行くために、皆さん今この時期っていうのをしっかりと乗り越えて頑張っていきましょう。ということで、本日の動画は最後、以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。お疲れ様でした。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。